こんにちは、は花泉モータータです。今日は未使用車についいいて少しし解説したいと思います。未使用車、登録済みの届け出者、新古車、こういった言われ方をしますけれども、新車なのか中古車なのかでいうと、中古車に該当します。えー、自社の名義で登録して乗っていないもの、一旦車検証を作っていますので、新車ではなくて中古車の区分に該当します。 メリット、デメリットそれぞれあります。まずメリットとしましては車体の価格が新車よりもやはり安くなっていることです。そして名義変更が終わればすぐに乗れるところこういった点が挙げられます。またデメリットとしましてはボディカラーが希望に合うものがあればいいんですが選べない。またメーカーオプション工場で生産する際に最初に選んでおかないといけないものが 選べない、いこういった点が挙げられます。新車を買うよりも安く買える場合もありますし、所費用等や保証料、そういったものを計算すると、新車との価格差がほとんどない、そんな場合もありますので、もし未使用車等を検討される場合は、新車、未使用車、それぞれの見積もりをとって、よく検討されることをお勧めいたします。